はい、皆さんどうもこんにちは、いろと申します。よろしくお願いいたします。今回なんですけれども、オクトパストラベラーの方でね、遊んでいきたいと思います。あ、こちら3つね、オクトパストラベラーのお香の残りが、そう、なんかね、前回事件が起こって、それをね、調べてるんだよね。何らかの香を焚いていたようだ。なんだろうね、わかんない。そこまで、さすがにそこまではわかんないのかな。おー、すげえな。この香りは魔焼け芝。魔焼け芝な、初めて聞いたな。魔獣、特にバルグシを強く引きつけるもの。バルグシがわかんないけどな、こいつっぽくね、めっちゃ。つまり魔獣は偶然ここにいたのではない。誰かに呼ばれてきたんだ。あ、呼ばれたというか、おびき寄せられた可能性が高い。あ、そうそう、おびき寄せられたら全然あんまり出てこねえじゃん。すごいな。これなんかどれ触ればいいんだろう。なんか怪しいのめっちゃいるけどね、全体的に怪しくね。もう後ろのさ、ガラスとかもさ、いや、すげえな。綺麗なのに、せっかく。あ、なんかある、なんかある、なんかある。え、なんて書いてた？読めなかった。ちょうど読めなかった。じゃあもう一回言ってくんね。清掃の破片が散らばっている。あ、窓のやつね。あー。てか、そこなんだ、窓のやつ。清掃という魔除けがあるのに。あ、魔除けあるんだ。魔獣はなぜ入ってこ、知らなかった。え、だから、お香じゃないの。おや、破片に土がついてるな。匂いがしても入ってこられないってことか。これではまるで外に落ちていたかのような。土についてるんだって、内側から割ったってことだもんね。外に落ちちゃったみたいな。そうじゃないと土つかないだろ。本当に外に落ちていたとした。あ、まあでもそうか、割れた後に靴かなんかに土がついてる、踏んじゃってとかだったらあれだけど、内側から割り、まあそっちの方が間違いないだろうけど、その外に行った破片をわざわざ内側に持ってくるの一番のせいだよね。何者かが割ったことに、そうじゃないと内側から割れたことになっちゃうから、話変わってちゃうか。なるほど、大体のことは分かってきた。もう明らかに誰かがね、気になる点が呼び寄せてるもんね。え、まだ調べんの？何調べんの？え、どれだ？さすがにこの手前の方とかないもんね、あんまり。なんだなんだ。気になりすぎてボタン連打しちゃうから全然読めないんだよ。倒れた4つの食材。灯台？あ、違う、ろうそくなんかさ。特別な式典の時のみ大聖堂に置かれるものだ、あ、じゃあ普段使わないんだ。それがなぜ今日ここに。あ、今日ここ使ったとかじゃなくて。そういえば前に教皇から聞いた。あ、食台の日は。あ、食台か。聖火を模している。へー、どういうこと？余裕でどういうこと？全然納得できないんですけど。あーね、はいはい、なんで、なになになに、あ、終わった？ついに神々は邪神を退け、4つの聖火となり、ああ、眠りについた。ああ、あ、うん、真実は炎の中。ああ、え、絶妙にわからないんですけど、なんか納得したよ、こっちも。ああね、はいはい、みたいな。聖典の一節を連想させるな。ああ、読んだことないか、知らないね。偶然じゃない。何か意図があるんだ。それは思う、思う。なんかやってそうじゃない？犯人が。いや、知らないよ、犯人じゃないから、こっちは。イメージあくまで。おう、戻った。なるほど、なるほど。あ、だから普段テメラスさんがその集中して考えてるとき、こういう感じなんだろうね。はー、帰ってきたんですね。帰ってきたんですね。さすが、もうクリック君だんだん分かってきてんじゃん、テメラスさんのこと。あ、いいですね。この清掃の破片、よく見ればわずかに土が付着しています。内側から割られた後。外から巻き直したのでしょう。さすがにクリック君に教えてあげるんだね。もともと自己完結かと思ってた。残りがからして魔獣を寄せる香が焚かれたようです。でもすごいね、めちゃめちゃ詳しいよね。だってクリック君とか別に何にも、なんかあんまり言えないことも言っちゃダメだけど、何者かが清掃を終わり、ここに魔獣をおびき寄せ、明らかにね。それじゃ事故ではなく、そうだよね、殺人。罠だよ、罠。ほぼ間違いなく。そんな、けどさ、ワンちゃんさ、今日さ、夜さ、テメノスさんがさ、ここに来るって知ってたらさ、教皇だけじゃなくてさ、テメノスさんも出会ってた可能性はね、ゼロではないからね。それかテメノスさんに罪をかぶせようとしたか、もうわかんないけど。なさい、あ、まあでもそこ魔獣、あ、でもそこそこまでバレるのかな。教皇が魔獣に襲われた時散らばったようですが、本来
この食材は特別な式典以外で置かれることはありません。これとかも知らないもんね、普通だったら。だが、あ、いや、なぜか置かれていた。あの祭壇を囲うようにね。てか、すげえな。名探偵じゃん。神々は邪神を退け、四つの聖火となり、眠りについた。なんだっけ、壁芝居の時もなんかそれぐらい人数いたもん。それは聖典、なぜそんな場所に。それは分かんない、こっちも。だから隠したんじゃない、教皇様が。真実は炎の中に。おそらく教皇が危機を察し、ここへ隠したのでしょう。ほら、そうなるよね。え、知らないけど、何者かが真意を理解し、見つけることを願って。素晴らしい、よく見つけられたな。けどそんな隠れた場所じゃないから、この聖典にはこれ見たらさすがにアサリから分かるんじゃない。すぐにつけられないかもしれないけど。そこまでです、テメノス審問官。誰だよ、びっくりした。誰ですか。聖堂機関です。これより現場は我らが預かります。はい。なぜここに。魔獣の知らせを聞き駆けつけたが、いや、遅すぎね、普通に。もうこっちボコボコに座ったんだが。教皇が殺されると。もう早く来てくれたね、我々。もっとなんかさらっと爽やかめに勝ててた。何やってんだよ、こいつら。貴殿らには後で話を伺います。あ、はい。去られよ。現場から何も持たずに。なんだよ、こいつ。おめえがもっと早く来てくれてたら、こっちだってあんなにピンチじゃなかったのに。早く行こうぜ、もう。クリック君、一つ頼まれてください。何頼むんだろう。調べてみてほしいことがあるんです。調べ物ですか。あ、お願いします。ぜひ調べてあげてください。お願いします。まあ、中身何か知らないけど、何頼むんだろうね。簡単なことだったらいいけど、どうする、めっちゃ難かったら。クリック君できんのかな。いや、でもクリック君ね、優秀。数日後、急に何これ。お祭りとかじゃないもんね。我らが主よ。違うな、なんか教皇イエルク様は我らが父。誰、あの教皇やられた聖火のごとく。ああ、絶対あのよくない方というか、あのあれじゃん、多分ね、お祭りとか言ってる場合じゃないやつだ。やばい、ごめん、なんかお花っていい燃えつでみたいな、なんか火は毎回燃えてるか真ん中で。やばい、ごめん。そう、みんなこんな悲しいんだよ。一人だけお祭りと思ってた。ごめん。やばい。真反対すぎる感情。ごめん。そんな予定じゃなかった、こっちも。ちゃんとなんかよく分かってなかった。ごめん。やばい。なんか真ん中に宝箱みたいなのあったじゃん。なんか優勝したらあれもらえるみたいな、そっち系かと思った。ごめん。やばい。すごい、出たよ。みんなその成果でなんか感情分かるもんだよね。計り知れぬほど甚大ですよ。いや、まあそうかもしれないけどさ。また会いましたね。なんか分かったのかな。なんだった、どうなった。現場を発見したテメノス殿に伺いたい。ああ、何かお気づきになったか。そこ。さてね、さっぱりです。さっぱりなんだ。まあでも信用しないんだろうね。論外ですな、テメノス殿。教皇も悲しまれるの。いや、こっちのセリフで、おめえがもっと早く来てくれてたら。我ら聖堂機関は教会内の独立した調査集団。あ、そうなんだ。へえ。教会管轄内の治安と秩序を長く守ってきた。へえ、守れてないよね。一方、そこに教皇が関与するため設けられたのが異端審問官。貴殿は主を失ったわけだ。不況にでも勤しまれるがいい。急に。うるさいカラスが来たものですね。カラス、あ、でもなんかちょっと怖いな。教会有力者の警護は聖堂機関の仕事でしょう。この件、責任が重いのはあなた方では。いや、もうそんなこと言ってる場合じゃないけどね。犯人早く探せよ。慎めよ、教皇の犬め。ウケるな、犬とカラスなんだ。ではこちらもまだ調査がありますので。そうそう、忙しいから。我々もそんな暇じゃないから。書庫へ行きますよ、クリック君。書庫ってどこ。やばい、絶対場所だけ伝えといてほしい。書庫ってどこ。え、あの教会の中のみたいなこと。教会の中に書庫とかあった。あんまり見てなかったからね。丁寧です。
気に食わん。めっちゃ仲悪いじゃん。絶対喧嘩しないでよ。もう仲良く生きていこうよ。それでいいと思うな。チョコはどれだ。ああ、昔からなんかたまに定期的にあるとかじゃないんだ。ないんだ。そうだよな。さあいらっしゃい。ついていける。分かった。私に行く。だっておお強いのかな。私が子供の頃、教皇様、ああそうなんだ、やっぱいい人なんだね。あんま強くなさげ。あ、まさかの連れて行けんの一人だけなんだ。知らなかった。もうちょっと連れていくとどう。 4,5 人ぐらい全然連れていけるけどね。ガチかよ。思ったより連れていけねえな。誰がこいつめっちゃ強くない。あ、ダメなんだ、こっちのレベルが足りないんだ。連れて行きたかったな。だって絶対的にさ、強い人の方がさ、いいじゃん。うわぁ、めっちゃ連れて行きたかったな。何レベルだ ?1 か。1はちょっとね、弱いね。ああ、そうだよな。誰も思わないよな。だってなんかちょっと普段から、なんか、安心安全っていうか、なんか平和な街っぽいもんね、ここ。あ、こっちも対象なんだ。で、こいつは無理なんだ。この人導くことはできません。無理なんだ。ちょっと導きたかった。そうじゃね。というわけでね、ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントの方もお願いします。またねー。